はい、皆さんこんにちは。北陸ドルタボーのドクターショーです。今日は水曜日じゃなくて火曜日朝定例になりますが、 3R レーシングのロンドンループ2ラップス 30km のレースに参加しましたので、その模様を、振り返りたいと思います。で、このレースですが、一応毎週定例で参加するようにしているんですけれども、ちょっと5時40分からスタートということで、準備がちょっと忙しいのと、あと、コースとしては、ボックスヒルっていう登りを2回登んなきゃいけないということで、割と大変ということで、なかなかそのサボりたくなる、はい、レースなんですけれども、なんとか今週も無事にスタートラインに着くことができました。はい、で今日は、エントリーとしてはそんなに多くないんですけれども、このレースカテゴリー混走になるので人数はいっぱいおられますが、A カテゴリーだと確か10名ぐらいだったかなと思います。で、その中で、存じ上げている方としては渡辺さんですね。最近ちらほらお会いしますが、今一番手前に見えますが、派手なピンクと青と黄色とみたいなジャージのを着てられるのが渡辺さんですね。確か先週もだったと思うんですけど、ボックスヒルの一発目でもうなんか早々に置いていかれた記憶があるんで、まずは彼についていけるかどうかが一つの目安になるかなという感じです。で、あと、今、先行しているオレンジ色のジャージが、アメリカのバートンさんだと思いますが、はい、彼も、積極的にあまり存じ上げてはいないんですが、今日レース全体を振り返ると積極的に前を引かれてたりしたので、してました。はい、今後ともちょっと気にしたい方だなという感じですね。で、あと、どうかな。あとごめんなさい、あまりちょっと存じ上げてる方はおられなくて、B の方で、石塚さんが、エントリーはされてたのは見たんですが、実際出走されたのかどうかはちょっと、はい、見てませんが、先行グループとかにおられなかったところを見ると多分出走はしてないんでしょうね。はい、彼は出走したら早いと思うので、はい、まあ、そういう感じで、あまりそのこう知ってる人たちだけで走ってるという状況ではなかったかなというところですが、まあ、ただコースは一緒なので、なんというかそのペース配分みたいなのがそんなに変わるものではないとは思うので、いつも通りこの平坦のところはどうでしょう、だいたい 3.5 倍から4倍ぐらいで、まあ、巡行しているというような形ですかね。はい、で、まあ、この様子で進んでいきますが、はい、ちょっとこの辺から、4倍速で流していきたいと思います。で、テムズ川の横の平坦のところを、こういった感じで集団で進んでいきますが、まだこれ今、B の方とかもいっぱい含まれてて、そうですね、パワーは、安定してるんですけれども、なんか今日私はあまり足が回らないなっていう感覚でこの段階ではいて、もうただただこの後ボックスヒルがあると気持ちが重いだけでしたっていうことですね。で、トラバルガーのここの上りも一応前目の方では走ってますが、なんとなくその重い足が重いっていう感じで、ちょっと調子はあまり良くない気がするなというような感じでした。はい、ただこの辺で渡辺さんも上がってますし、若干活性化している風でもあったので、バートルさんも前にいたので、遅れないように、とにかくその坂の手前では遅れないようにということで、走ってます。で、私のなんというか、性格というかでいくと、こういうところからあんまり後先考えずに踏んでてしまうところがあるので、
それでそのボックスヒルなんかも最初入りの段階でもう頑張りすぎちゃって、途中からも全然無理っていう、まあ、ことが多いので、なるべくこの辺の地下鉄のあたりは抑えてですね、後ろめで、まあ、焦らないで後ろめで走っていこうというようなことを強くこう意識して、まあ、後ろめにいます。ですのでこの辺も、今そうですね、300ワットぐらいになってますけど、まあ、前だともうこの辺からもう踏み込んでいってたみたいなところがありますが、ちょっと抑えめで行ってます。で、目標としてはだいたい350ワットは切らないようにいきましょうと。で、疲れてきてパワー落ちてきてもなんとか350ワットは維持したいというところを心がけています。で、今なんとか、このぐらいの勾配で、その目標のパワーは出せてますが、まあ、だんだんこう疲れてきて、でこのつづらのあたりから若干シャドウが落ちるのもあって、パワーをこう かききれないというか、そういうので、いや若干低めにいっちゃってますが、一応この段階では集中はしていて、であと周りに、人もいたので、まあ、それを目標にしながら、あと数値を見ながら、まあ、遅れないように、あと350ワットぐらいをちゃんとキープできるようにという感じで踏んでます。で、今日は、まあ、ペースがどうだったのか分かんないですけど、この辺まで先頭グループで走れたことというのは実は今まであまりなかったと思うので、はい、割と登れたのかなっていう、レースとしては登れたのかなっていう感じですね。はい、ただやっぱ渡辺さんとか地足があって早いのでもう後半には置いてかれてますけど、はい、まあ、ただこの後下り入るので、できるだけ集団の中にいた方が楽ですので、この辺はまあ耐えどころで、まあ、大変なところではあるんですけど、なんとかついていこうというようなところですね。で、ここ最後の急登ですが、ここを登ったらあとはスーパータックに入るまでなんとか、はい、休憩区間です。はい、そうですね、まあ、この辺まあ、いろいろそのスマートトレーナーの特徴とかもあると思うんですけど、なかなかそのパッとこうスーパータックに入れない、ゼロまで一気に落ちていかないので、スーパータックに入りにくいとかあるんですけど、そこはぐっと耐えてですね、これ踏んじゃうとまたスーパータック解除されちゃうので、はい、なんとか耐えて下っていきます。で、下行ってからは、若干数秒離されてたんですが、まあ、平坦だと私の足ではなんとかこういう感じで追いつけるので、まあ、なんとか集団復帰という感じですね。はい。で、まあ、ここは、あんまりこう、後ろで走ろうとかそういうことは意識してたわけじゃなかったんですが、まあ、結果的に、まあ、周りの皆さん早いということなんでしょうけど、ちょっと後ろめで、はい。アバターが状態を上げてるような感じで走ってることが多くて、で、基本的にはアメリカのバートンさんが、まあ、前を引いてるというような感じでしたね。はい、で、これたまに逃げる気なのかなとかっていうような動きもちらっとあったりしたんですが、まあ、そこまでその、なんていうんですかね、急激なペースアップっていうのはなくて、なんとかこの辺の、まあ、バックを維持できてる感じです。はい。まあ、私としては、まあ、この辺までその先頭パックについてくるということはこれまであまり経験がなかったので、まあ、今日はここまでは、まあ、よくできましたという感じになります。はい、で心拍もですね140ぐらいなので、そんなにアホみたく高いわけで、というか全然高くなくて、はい、なんとかボックス2回目のボックスヒルまでの間に心拍もなんとか下げれたらいいんだけどなっていうような感じで、はい、あまり無理しない感じで平坦は走ってるような状況です。はい、でこの後、トラファルガーへのちょっとした登りがありますが、ここがですね割と足を削るんですよね。でどうしても、まあ、6倍とか出てしまうので、まあ、もっとリラックスして登ればいいのかもしれないんですけど、なんかこう踏み込みやすい強度といいますか、
シャドウが踏み込みやすいシャドウで、どうしても踏んじゃいます。で、この後下り基調になるので、なんかここも踏んじゃってですね、割と疲れます。で、あの心拍も160くらいまで一気にガーッと上がっちゃって、あまり良くないんですけども、まああの先頭パックに残るためには、まああの苦労は必要なのかなという感じですね。はい。で、まあその後、はい、この辺と地下鉄のあたりを使って、ボックスヒル手前でちょっとこう休憩をすると、でそのヒルクライムに備えるというような感じになります。で、こうちょっと前目に意図せず出ちゃったりしてますが、まあ2回目はどんな感じで登るのかはちょっとよく分かってなくて、私は基本的にはもうだいぶ疲れてはいるなっていうところで、まあそうですね、まあ目標は一緒で、だいたいその350を切らないようにいけたらいいんだけどなっていうような感じではありますが、ちょっと2回目は難しいかもねっていうような感覚がやっぱりあって、1回目は多分400ワットぐらい出てたと思うんですけど、もうそこまでは出せない感じになってます。はい。でもう常に350ワットもうなんか目標を切ってる感じで、ただまあ皆さんもこれはちょっとよく分かんなかったですけど、牽制なのか、まあそういうもんなのか、ここまでは置いていかれる感じではなかったので、なんとか耐えてたんですが、この1回目のつづらを超えたあたりからちょっとペースアップがあって、でもうここで一応頑張って踏んではいるんですけど、じわ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 離されていきます。はい。ここはですね、まあどうなんでしょう、まあ皆さん見ると6倍とか普通に出てるんで、6倍っていうと私の場合400ワットぐらい出さなきゃいけないんですけど、それはちょっと今日はきつかったですね。まあ今も一生懸命なんとか踏んではいるんですけど、それでも300ワットいくかいかないかぐらいで、さらにここから100ワットっていうのはちょっと無理でしたね。今日は無理でした。今日はなのかな。はい。ちょっと当面その域に達するには時間がかかりそうだなっていう感じがしました。はい。でもまあなんとか耐えてですね。はい。耐えてというか、はい、なんとかゴールまでは行って、で1本目のボックスヒルは多分 PB なんですけど、6分37秒で登れてて。で2本目は、確か7分10秒ぐらいだったかな、はい、ぐらいで、だいぶ30秒ぐらい2本目は遅かったんですが、それでも7分前半で2本目も登れてるので、そうですね、1ヶ月くらい、まあだいぶ早く登れるようにはなってきたなっていう感じです。まあ当面目標としては、2本とも6分台ですね。はい。で登るというのが目標で、それだともうちょっと前目の方でついていけるのかなっていうようなところですが、今日はちょっとまあ1本目の、2本目の一方、最初のつづらのところまでは先頭集団に残れたということで、まあだいぶこれまでよりは頑張れたのかなというような感じです。で、最後下ってきてから前の渡辺さんとかとは30秒ぐらい差があって、でまあ2キロで30秒は絶対無理なんで、はい、もうあとはどうでしょう、追いつくのは無理にしてもちょっとでも秒差を縮められたら、まあ縮められるように頑張りましょうということで、一応踏んではいます。はい。まあ、この区間は割と私踏んだと思ってたんですけど、そうでもないですね。はい。まあ大体、まあ、単独になっちゃうのでスピードはあんまり上がらないんですけど、それでもそうですね、300ワット以上、なんか400ワットぐらい目標にして踏んでた気がしたんですけど、はい、そこまではちょっと行ってなかったですね。はい。まあそういう感じでなんとかゴールしましたというところでした。はい。で、結果としては6位で、まあ今日人数少なかったので、まあその結果の6位は着としてはまあどうなのか分かんないですけど、パワーとしては 3.9 ワット出てますね。はい。で、あとさっきも言いましたが、2本目のボックスヒルの途中までは先頭についていけたということで、はい、だいぶ
良かったかなという感じです。はい。まあ、また、そうですね、セントバックについていけるように、また頑張っていきたいと思います。はい。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。